GO!GO!TV です今回はこちら、仮面ライダー色紙アートということで、こちらをワンボックス買いしましたので、今回はこちらを開封していきたいと思います。こちらなんですけども、色紙に仮面ライダーの絵が描かれているものとなっております。おそらく触眼では初めてなんじゃないですかね。 一番くじの方では確か前回に一番くじにこういうものはあったんですけども、触眼系ではおそらく仮面ライダーでは初めてのものじゃないかなと思います。他のコンテンツではこういったものを見たことあるんですけども、仮面ライダー系でここ数年で僕はこういったものを見たことがないんで、おそらくはずだと思うんで、楽しみなんですよね。ただこちら全16種ということで、今回はワンボックスに10袋しか入ってないんで、コンプリートはできないんですけども、まあ、とりあえず、 なんか白押し的なものも入ってるみたいなんで、そちらを狙って開けていきたいなと思っております。はい、ではボックス開封しましたんで、見ていきましょうか。パッケージはこんな感じになっております。いや、すごいですね。結構遠くしないと入りきらないっていうほど、ボリュームのあるパッケージになっておりまして、仮面ライダー、色紙跡、時の王者、生誕ということで、こんな感じになっております。いや、これめっちゃかっこいいですね、この空ガ <laughs> これめっちゃかっこいいですね。欲しいですね、この空ガの。 この色紙は、はいこんな感じになっております。今、まあ、一応こちらにこういう感じでミニ色紙1枚入りラムネ菓子1個入り全16種ということが書かれております。で裏にラインナップが一応書かれておりますねちょっと開けてみてみましょうかこんな感じでラインナップ全16種仮面ライダーの書き下ろしイラストを色紙化した新コレクション登場ということでこんな感じになっておりますね。画風コレクションが12種 でこちらが基本的には平成2期がラインナップされてる感じですね。こんな感じになっておりまして。で下が激画風コレクション白星仕様ということで4種でこちらは仮面ライダーダウル仮面ライダーファイズ仮面ライダー竜キ仮面ライダークーガがラインナップされてて全16種という感じになっております。いやーこれは楽しみですね。<laughs> これ本当は。 もうワンボックス買おうかなと思ったんですけど、全く同じ、こう、風入のボックスが来たらどうしようかなと思って、ちょっとそこでビビってワンボックスにしたんですけど、ちょっともうワンボックス買っとけばよかったかなって後悔しております。はい。ということで、もう開封していきましょう <laughs>。さあ、じゃあ、中を切らないように、こういう感じで、ゲイツの頭をギリギリスラッシュして、さあ、一つ目。緊張の一つ目ですね。せーの、ドッ おお、裏向き <laughs>。さあ、行きましょう。せーの、ドンお仮面ライダージオウですね。ジオウいいですね。こんな感じ。しかもこれ、丁寧に、ちゃんと袋の中に入ってるんですよね <laughs>。袋というか、ちゃんとこういう感じなの。色紙買ったまんまの状態っていうのかなに入ってるんですよね。これは、ありがたいですね <laughs>。あ、倒れた <laughs>。で、ラムネが入っております。いや、これはいいですね。 かっこいい <laughs> 本当になんかもうワンボックス買っとけばよかったっていう後悔をしておりますさあじゃあ2つ目せーのドンはい <laughs> 安定の裏側からのせーのドンおやった仮面ライダーエグゼイド無敵ゲーマーですねこれもかっこいいですねいい <laughs> これはいい本当にこういうのめちゃめちゃ欲しかったんですよね さああじゃあ3つ目、せーの、ドン。からのせーの、ドンた。やっとやっと仮面ライダーダブルのエクストリームじゃないですか <laughs>。サイクロンジョーカーエクストリームしかも白押し <laughs>。やったこれめっちゃめちゃかっこいいじゃないですか。めっちゃキラキラしてますしこれ。やった仮面ライダーダブルサイクロンジョーカーエクストリーム。いいですね。めっちゃこの X の部分が。 めっちゃキラーンとしてますねいいですね <laughs>。これはダブル好きとしてはありがたいというかたまらなく嬉しいというか <laughs> なかなか言葉が出てこないですけどとにかく嬉しいですね。さあじゃあ4つ目ですね。さあ4つ目せーのドンからのドンをこちらは仮面ライダードライブですね。このスピード感が半端じゃないですね。 はあすごいっすね。絵描いてる日、ほんとめちゃくちゃすごいですよね。このバックの背景の線を入れることによって、このスピード感が出るっていう。これが、これいくらだったかな、確か。税込みで300円ちょっとぐらいだったと思います、確か。ちょっとボックス買いしてるんで、ちょっと明確な値段は分かりませんけど、確か300円ぐらいだったと思います。はい。では5個目。 さあじゃあ5個目、性能ドンからのせーのドンを仮面ライダービルドいいですね、ラビットタンクのボルテックフィニッシュ状態。やっぱいいですね、これ。こんな感じ。うん、かっこいいですね <laughs>。やばいですね、もうかっこいいですね。だからかもうそういう言葉しか,なんか出てこないですね <laughs>。はい。残りも半分切ってきましたね。 これが6個目ですね。6個目。さあ、もう1個ぐらい欲しいですね。白星が。せーの、ドンからのせーの、ドンおこちらは仮面ライダーーズのコズミックステーツですね。いいですね。これは、かっこいいですね。ライダー超銀がフィニッシュでも打ちに行くところかな <laughs> そんな感じかなはい。こんな感じになっております。 いや、なんか、本当に、こう、開封してつくづく思うのは、なんか、もうワンセット、ワンセットというか、もうワンボックス、買っとくべきだったんじゃないかっていう後悔しか生まれてこないですね <laughs>。さあ、じゃあ、7個目、せーの、ドン、からのせーの、ドン、おまた来ました、白押し、仮面ライダーファイズですね。こんな感じ、マスクドライダーファイズって書いてあるんで、これは白押しですね。白押しじゃないやつは買い出ないんですよね、特に。 そういうい仮面ライダー何々とかこういう表記はないんですよ、ね。白押しのファイズ。いやー、かっこいいですね、これ。あかん、本当にかっこいいですね。しか出てこないですね。素晴らしい、これは。はい、こんな感じ。もう一個ぐらい欲しいですね。<laughs> やばい、これ人間のこう欲が、欲が出てくる。さあ、8個目いきましょう。8個目、せーの、ドンからのせーの、ドンおあ <laughs> 仮面ライダーゲームのゾンビゲーマーレベル X かなこれは仮面ライダーゲームのレベル X の方ですね。はい。こんな感じになっております。いや、かっこいいですね。めちゃくちゃ。このオーラの凄さ <laughs>。でも本当にこんな感じでしたからね。レベル X の方って。この禍々しさがあるというか、こんな感じになっております。9袋目ですね。9袋目も残り少なくなってきましたね。9袋目。せーの、ドンドン お、こちらは仮面ライダーゲイツですね。仮面ライダーゲイツが出ました。GO に始まってゲイツでは終わってはおりませんが、ゲイツもちゃんと出てきております。こんな感じ。うん、いいですね、本当に。ああ、しかし本当もう一個買っとけばよかったな <laughs>。っていう後悔しか生まれてきません、本当に。さあ、ラスト。泣いても笑ってもこれがラスト。ただ、またこれちょっとお店とかで見かけたら、 なんか別で買ってみようかなって気はしてるんですよね。ちょっと出なかったもの、運試し的な感じで買うのもちょっと面白いんじゃないかなと個人的には思っております。さあ、ラスト、せーの、ドンからのせーの、ドンおお仮面ライダークローズじゃないですか、クローズマグマですね。こんな感じ、めっちゃ燃えてますね。俺のマグマがほとばしてるそんな感じですね、まさに。こんな感じ。いや、かっこいいですね、本当に。はあ、これをこう。 表現できるのは素晴らしいですね。はいという感じでとりあえず10袋開封した結果白押しが2枚とあとは通常のものが8枚という感じの結果になりましたんでちょっとせっかくなのでどっか広いとこ行って並べてみたいと思います。はいということで今回排出しました色紙を全て並べてみました。こんな感じになっております。ちょっと奥の方が見づらいんですけども並べて全体的に見てみるとこんな感じになります。 で、一応今回こちら、排出中に並べておりまして、左奥から、ジオー、エグゼイド、ダブル、ドライブ、ビルド、フォーゼ、ファイズ、ゲーム、ゲイツ、クローズマグマという順番で排出されております。で、まあ今回は排出結果としましては、白押しが2つという結果になりました。いやー、本当はもう1つ欲しかったですし、クーガーのあの、白押し、めちゃくちゃかっこよかったんであれ欲しかったんですけど、まだちょっとこちらお店で発見したら買ってきて、 クーガの箱をし当ててたいと思っておりますで、まあ、今回のこちらの仮面ライダー式シアトは全16種類でワンボックス10袋入りということで、まあ、今回開封したんですけども、まあ、今回一応、まあ、こういった感じの僕は開封結果になりましたけども、まあ、このワンボックスがランダム封入になっているのかそれとも何かの法則性があるのかってことはちょっとわからないんですけども、まあ、僕のこの開封結果が皆様の何かの参考になればいいんじゃないかなと思っております。 はいということで、またこちらの仮面ライダーシャアトの第2弾とかがぜひ出てもらいたいなと思っておりますので、また発売されれば、今度はツーボックス買ってコンプリートを目指したいと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。